ユリネドンユリネは、競技には、食用とされるユリ属植物の球根である林茎の、こと。競技には、ユリの林茎全般を指すこともある。ユリの葉が変形した林茎に養分が、貯蔵されているため、栄養豊富である。食感はホクホクとしており、関西地方の正月料理や料亭などに使われる。日本国内生産量の99%が、 北海道産で、その7割程度が養い農業共同組合管内で栽培されている。百合の多くは、アクが多く、食用に適さないが、アクが少ない種を食用とする。百合の林形は、ブカワ隣形のため乾燥、高温、過湿などに弱いが、皮がないので、食用とする際はそのまま食用とできる。茶碗蒸しなどに入れて食されることが多い。 漢方薬としても用いられる。漢語では、玉漢雑誌花根と称し、薬種とする。クジラゆりからゆり根を水洗いし、一片ずつ離し、ざっと蒸して裏ごしする。これを、昆布を炙って、細粉にし、毛布るいにかけたものと練り混ぜ、板に薄く伸ばす。これをせいろで蒸し上げ、かや油、または、ごま油で揚げる。形が皮クジラに似るため、クジラゆりの名がついた。 ありがとうございます。